皆さんこんにちは。今日の動画なんですけれども、朝寝をなくした息子がお昼寝の寝かしつけに一体どのくらい時間がかかるのかというのをやっていきたいと思います。寝トレをもともとしていたんですけれども、朝寝がなくなってからというもの、息子がもう一瞬ですぐにクレンって寝てくるようになったので、一体どのくらいの時間がかかっているのかというのを先日撮ってみました。なので、今回はその動画をご覧いただきたいと思います。それでは、どうぞ。わしゃ。眠い。寝ますよ。こんな感じでもうあっという間に寝てくれるので、すごい面白い動画だったかって言われたらそんなことないかもしれないんですけれども、念トレをしたからかなって私は思っているので、今度念トレについてもお話をさせていただきたいなと思っているので、早く寝かしつけたいと思っている方はよろしければそちらの動画もご覧いただければと思います。では本日の動画はこれで以上となります。この動画が少しでも良かったよと思っていただいた方は、チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。では、本日もご視聴ありがとうございました。